のワンコ。天気の良い昼下がり、並木道を散歩しているワンコに会いました。ワンコはペットショップでご主人と運命の出会いをして、その日のうちにこの家にやってきました。ワンコには小さな仲間がいます。それはスズメのチュンチュン。怪我をして弱っていたチュンチュンをワンコが見つけ、病院に連れて行ったんです。こうして一命を取り留めたチュンチュンは家族の一員となったんです。今ではすっかり元気になったチュンチュンですが、ワンコには一つ心配なことがあります。それはチュンチュンがいつまで経っても大きくならないことです。栄養が足りないのではないかと本気で心配しているワンコなのでした。